村おちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、最近コメントで装備品に関する質問が多いです。ということで今日は最強装備トップ5やっていきたいと思います。さあ、皆さんは何が1位だと思いますか？それでは早速行ってみましょう。このランキングには個人的な意見が入ってます。ご了承ください。それでは最強装備トップ5やっていきます。それでは第5位です。第5位はこれ、天狗のうちわです。天狗って S ランクなのにステータスそんなに強くないんですよ。でもこの装備をつけるだけで本当に鬼のように強くなります。やはりバッドステータスなしで妖力と素早さが100ずつ上がる。これはね、本当に素晴らしい装備。まあ、天狗には必ずこれ装備するようにしましょう。第5位は天狗の内輪です。それでは第4位いきましょう。第4位はこれです。マッスルベル。おそらくですよ、プレイヤーの 95% ぐらいの人はブシニャンを必ず入れてると思います。ブシニャンは必ずスタメンだと思うんですよ。このマッスルベルはブシニャンの最強装備と言っても過言ではないと思います。他の装備は能力値がマイナスが出るんですけども、マッスルベルに至っては力がプラス30、これのみです。まあ、素早さを上げたいところなんだけども、猫妖怪はもともと素早さが高く設定されているので、この力が上がるっていうだけで全然使っていけます。これはね、絶対装備した方がいい。第4位マッスルベルです。続いて第3位いきましょう。第3位はこれです。鬼人の腕輪。この鬼人の腕輪、ちょっと条件があって、ある程度の場所まで第3位です。ある程度超えてしまうとこの腕輪は、ワースト3位とかそこら辺ぐらいまで下がります。ある程度のところまではこれで大丈夫。でもある程度過ぎると、これを装備してると、まずいことになるね。全然良くない装備に、最後の方は変わると思います。なぜかっていうと、素早さが50下がるから。妖怪ウォッチ1においては、素早さが一番重要なステータスです。そのステータスを50下げるってなると、これはね、とても使えたもんじゃない。まあ、途中まではものすごくいい装備。力が50上がるっていうことでダメージが取れる、すごくいい装備なんだけども、後々では全然使えません。ということで第3位という風にしておきます。第3位は鬼人の腕輪です。それでは第2位いきましょう。第2位はこれです。流星のバッジ。流星のバッジは素早さを上げる装備の上から2番目の装備になってます。これの良さっていうのが、素早さが35上がるにもかかわらず力は20しか下がらないというところですね。妖怪によっては力をね、思いっきり下げてしまうとちょっと使いにくくなるやつがいるんですよ。なので、使い分けだよね。この素早さ上げの一番いいやつと2番目の流星のバッジ、このどっちかの使い分けっていうことで、この流星のバッジかなり使えます。第2位です、流星のバッジ。それではここからは番外編です。番外編ではランキングには入ってなかったんだけども、これは絶対に持っておいた方がいい、そういう装備を紹介します。まず一つ目、ガードの秘石
です。これを装備すると、ガードしかしなくなります。なので、ガードしかしてほしくないタンクに、つけるといいです。特に、鬼と戦うとき、もう特にじゃないな。もう鬼と戦うときに、これは必要になってきます。これがないと、青鬼と赤鬼は、まあ勝てるにしても、黒鬼には勝てないと思うんで、これは絶対必要です。そしてもう一つ持っておいた方がいい装備。これですね。目出し帽です。まあ、怪しそうな装備なんですけども、能力は抜群です。敵から狙われにくくなる。これの使い道ですけども、ガードの秘石とセットで使っていきます。ガードの秘石をタンクに装備させて、で、他の奴らに目出し帽を被らせます。そうすると、ガードばっかりするタンクに、攻撃が集まるので、ヒーラーやアタッカー、これを装備してる奴らがですね、すごく安全になるので、おすすめです。まあ、クロウニとかと戦うときに試してみると、まあその効果を発揮すると思いますよ。目出し帽です。それでは第1位いってみましょう。第1位はおそらく皆さん分かってるんじゃないでしょうか。これですね。鬼人のバッジです。第2位の流星のバッジの上位互換の装備となってます。能力が素早さプラス50、そして力マイナス50です。力が弱すぎるやつにはちょっと使いにくいので流星のバッジをした方がいいんですけども、基本的に S ランク妖怪にはこれで大丈夫だと思います。まあ、特に、妖術系、そしてヒーラー系は間違いないです。で、アタッカーにおいても力50減るんだけども、やはり素早さを上げた方が全然いいです。力が重要かなって思ってる人結構いると思うんですけども、素早さがめちゃくちゃ重要。力が高くても攻撃回数が1回だと弱いですよね。力が低くても攻撃を2回すればさらに強くなりますので、素早さっていうのはめちゃくちゃ重要です。第1位は間違いないです。鬼人のバッジです。はい。ということで、今日は最強装備ランキングやってみました。まあ、俺はこういう感じかなと思いますけども、まあ、何かありましたらコメントよろしくお願いします。それでは、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。